北国新聞ニュースをお伝えします今日は二十1節気の一つで立春です暦の上では春ですが県内は明日からあさってにかけて大雪となる見込みで気象台では警戒を呼びかけています今日の県内は冬型の気圧配置の影響で各地で雪や雨が降りましたこのうち 和島市河合町の朝市通りでは、午前9時の時点で12センチの積雪を観測し、店の主人が開店前に雪かきに汗を流しました。金沢地方気象台によりますと、北陸地方の上空には今夜から強い寒気が流れ込み、県内は明日から明後日にかけて大雪となる見込みです。 発達した雪雲が同じ地域に流れ込み続けた場合は、警報級の大雪の可能性があります。気象台では、大雪による交通障害や農業施設などへの被害に注意、警戒するよう呼びかけています。また、中日本高速道路は大雪が予想されることから、明日午後6時から明後日午前0時の間に。 北陸自動車道の丸岡インターチェンジから加賀インターチェンジの間で通行止めを開始する可能性があると発表しました金沢学院大学・金沢学院短期大学の一般選抜一期の試験が今日金沢市末町の金沢学院大学など全国7カ所の会場で行われました 試験は、学科から学部に昇格して、今年4月に開設する教育学部を含む大学7学部8学科と、短大の3学科で実施されました。全体の倍率は、大学で7.5倍、短大は7.1倍でした。一期の試験は、明日も実施され、12日に合格者が発表されます。 金沢学院大、金沢学院短大の一般入試は。今月二十八日に二期が。来月十六日には三期がそれぞれ行われます。金沢の一般社団法人が。大手ゲーム会社の人気ゲームぷよぷよを使い。小学校低学年向けの学習教材を。 共同開発することになりました学習教材を開発するのは大手ゲームメーカーのセガとプログラミング教育の普及に取り組む金沢市の一般社団法人 FAP ですセガはプログラミング教育が2020年度に小学校で必修になった際人気パズルゲームの ぷよぷよを使って学習教材を開発しましたこのプログラミング教材は国内で10万人以上の子どもたちが利用していますがアルファベットを習っていない低学年には不向きでしたそこで今回開発する教材にはボタン操作や本体を傾ける動きに合わせ画面上に表示されたピースを組み合わせる仕組みを取り入れ 低学年でもプログラムに親しめるようにします。ミス加賀友禅を経験した女性が。伝統工芸品を使った記念撮影のプランを提案し。その魅力を伝える取り組みを企画しています。この企画を進める若岡真希さん、三十九歳は。 11年前にミス加賀友禅を経験し現在はプロデュース会社の代表を務めています若岡さんは作家たちと関わる中で伝統工芸の奥深さに触れその魅力を伝えるため今年4月から伝統工芸品を使った記念撮影のプランを提供することにしました。このプランでは七五三や 結婚式、成人式などに合わせた撮影の際香川手まりのかんざしやくたに焼きの帯留めなどを使ってコーディネートします衣装は廃業した衣装屋から引き取った香川友禅の訪問着などおよそ百十着を用意します若岡さんは若い人に工芸を知ってもらい 自慢したくなる写真で思い出を残してほしいと話しています。金沢市安江町にある旧新保商店の所有者に昨日国登録有形文化財の登録証が渡されました。旧新保商店は1899年に起きた大火をきっかけに建てられました。 木造の店舗は、2階に古格子がはめられ、半世紀から明治期にかけての町屋の特徴を示しています。2002年に喫茶店に変わった新保商店は、金沢町屋を活用した先進的な取り組みとしても知られ、去年6月に店舗とおもやが国の登録有形文化財に選ばれました。 昨日の登録証伝達式では所有者の弟で母屋を貸しスペースなどとして運営している新保匠さん42歳に山野幸義市長が登録証とプレートを手渡しました。災害に備えるため、内田町は昨日、 愛知県高田町と総合応援協定を結びました内永町が太平洋側の自治体と応援協定を締結したのは初めてで大規模災害が起きたときに職員の派遣物資や機材の提供などで協力します締結式はオンラインで行われ内永町役場の 川口勝則町長と高田町役場の成瀬敦市町長がそれぞれ協定書に署名しました締結の後川口町長は協定は町民の安全安心にとって心強い平時から連携や交流を密にしていきたいと挨拶しました 門松を再利用して作られた交通安全を願うオブジェが、昨日、大正寺警察署にお目見えしました。このオブジェは、香賀市交通安全協会で顧問を務める田中光三さん、七十八歳が、大正寺署の玄関前に飾られていた門松の竹を再利用して、二週間かけて制作しました。 田中さんは、竹細工が趣味で竹の内部には LED を仕込み、切り抜かれた心・交通安全の文字が浮かび上がるように仕上げました。このオブジェは直径15センチ、高さ2メートルほどの大きさで、寄贈を受けた大小辞書が住民に事故防止を呼びかけるため1階に設置しました。 田中さんが竹のオブジェを寄贈するのは今回が4回目で、一件でも交通事故が減るようにとの願いを込めて作ったと話していました。鹿町の高齢者教養講座・羽衣大学の卒業式が昨日行われ、126人が学びに一区切りつけました。 鹿町文化ホールで開かれた卒業式では町の老人クラブ連合会長で羽衣大学学長も務める星葉正明さんが式辞を述べました。そして小泉勝町長と南正則町議会議長が卒業証書を手にした鹿地域の126人にお祝いの言葉を贈りました。 式の前には最終講義があり、フリーアナウンサーで朗読家の戸丸昭子さんが講演しました。今年度の高齢者教養講座は、都議地域でも102人が卒業しました。立試式が昨日中野戸町で開かれ、中学2年生が大人への自覚を新たにしました。 この立志式は中能登中学校の2年生176人を対象にラピア鹿島で行われ生徒を代表して中村智香さんが町民憲章を読み上げ中能登町の袋井貞教育長が式辞を述べました式では生徒代表の高島海人さんと上田理亜良さんが将来の夢の実現のため 今しかできないことに挑戦し自分自身を向上させますと大人への自覚を新たにしました辰巳川岡高校の卒業作品展が金沢21世紀美術館で開かれ3年間の成果を示す力作が並んでいますこの作品展には 岡高校の芸術コース美術専攻で日本画や油絵彫刻デザインを学んできた3年生が120点を寄せました。会場には青空の元を描ける人を力強く描いた油絵や迫力のあるバッタの彫刻架空の世界を繊細に表現した日本画生物のデッサン画など個性豊かな作品が並んでいます。 丘高校の卒業作品展は金沢21世紀美術館であさってまで開かれ美術専攻の1年生と2年生の作品も展示されています。